はい、こんにちは。今日はですね、中国情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。現状、中国内において習近平政権に対する共産党内部からの不満の高まりがあるのではないかと指摘されております。で、その理由はですね、大きく分けて3つあるというふうに言われております。1つはですね、この米中情勢です。習近平政権のいわゆる戦狼外交と言われる外交によりまして、中国とアメリカ、EU などとの関係は悪化したと言っていいと思います。現在ですね、日米豪印クワッドやイギリス、フランスなどを中心に対中包囲網というものが構成されまして、中国外交の孤立というのは顕著になってきているというふうに見えます。こうしたことに対する不満が中国共産党内部であるのではないか、このような指摘がされております。2つ目はですね、中国企業への規制強化、このことへの不満があるのではないかとされております。中国当局がこのほど中国企業の海外市場での上場を規制する方針を示したということがありました。で、海外上場を計画する企業は必ず中国規制当局の審査を受けなければならないというふうに報道されております。で、この中国証券監督管理委員会というのは、中国企業の海外上場計画を審査する専門部署を立ち上げることを決めたと報じられております。中国当局はですね、企業の海外進出をめぐる主導権を完全に掌握する狙いがあるのではないかというふうに言われております。ウォールストリートジャーナルですが、中国はここ数ヶ月間世界最大の新規株式公開になるはずだった案件をご破産にしたり、国内ハイテク大手への調査を開始したり、株式市場から1兆ドル約110兆円以上の時価総額を失わせ、投資家を慌てさせたりしている。こうした動きがまだ終わっていないことを示す兆候は多い、このように報道されております。で、こうしたことの背景の一つとして、大起源ですが、中国当局が香港などの資本市場を躊躇せずに規制強化している理由は2つあるというふうに報道されております。1つはですね、中国共産党内において習近平派閥、江沢民派閥、大使党派閥などの間の権力闘争に関わる。もう1つは、中国共産党政権は計画経済体制、すなわち公有制体制に戻ろうとする意図があるという。中国が公有制体制に戻るのは今後の流れで、当局は内循環、国内大循環に切り替え、より自立した国内経済を成長の原動力とする狙いがある、このような報道分析があります。そして3つ目の理由というのは、習近平指導部がですね、増税を示唆したのではないか、このことに対する不満があるのではないかと指摘されております。 CNN ですが、習近平氏、富の再配分に意欲、富裕層への圧力強化か。中国の習近平国家主席はこのほど国内の富を再配分するとの思い切った新公約を発表した。同国で最も富裕な市民や企業に一段の圧力がかかるとみられる。中国共産党指導部との会合で17日に述べた。政府は富を再配分するシステムを構築し、社会的公平性の利益としなくてはならないとの認識を示した。国営新華社通信が演説の要約を引用して伝えた。必要な施策として、過度に高い収入に対する合理的な規制を行い、高収入の人々や企業には社会に還元する分を増やすよう促すとした。新華社の記事には、習氏がどのように目標を達成しようとしているのかについて詳細な言及はないが、政府が徴税などを通じた収入と富の再配分を検討する可能性があると報じた。つまりこうしたですね、中国の外交的な孤立、米中情勢ですね、そして企業への規制強化、そして富裕層への増税の示唆というのは、現状中国共産党内部での不満の高まりということを引き起こしているのではないか、そうした分析があります。ウォールストリートジャーナルですが、習近平氏は2022年に国内の重要なハードルにも直面する。既存の後継制度を打ち破り、国家主席に終身とどまるつもりだからだ。同氏は一党制とその軍隊の力を自身の手に集中させるためには、少なくともあと10年は必要だと感じている。自分の計画には多くの敵がいることも分かっており、彼らが抵抗できないようにしたいと考えている。こうした事情を背景に、金融市場で現在の混乱が生じ、多くの人に不意打ちを食らわせ困惑させている。その困惑が混乱に拍車をかけている。国営メディアは今、習氏が政治局常務委員会を率い、党と同志個人への忠誠の誓いを同志の後に続いて
繰り返す衝撃的な場面を放送している。これは屈辱的な体験に違いない。これまで習氏を受け入れていた人たちにさえ反感を抱かせそうだ。言い換えれば習氏は彼らを自分のイエスマンに仕立て上げ、党首の合議制統治の遺産を廃止した。習体制には抑制と均衡が入り込む余地はほとんどない。習氏は強権で統治しているため、現実の変化に合わせて政策を調整するのが難しくなるだろう。彼の部下たちは怒りを買うことを恐れ、現実の変化を伝えることができないからだ。このような力関係は中国の一党制の将来を危うくする。こうした分析が報道されております。こうして中国共産党内部での不満などがあるのではないか、そうした分析がある中、北戴河会議というものがありまして、そうした経緯の中で習近平氏の後継対抗馬として急浮上した人物がいるというふうに報道されております。汪洋氏というふうに言われております。汪洋氏はですね、習近平氏、李克強氏、栗戦書氏に続く共産党内序列4位の幹部と言われております。江沢民さんの影響を受けているとも言われておりまして、穏健派と言われております。で、江沢民氏はですね、皆様ご存知のように総書記就任後はですね、鄧小平さんの後継者として改革開放政策を概ね継承しまして、共産党の独裁体制を維持しつつ経済発展を推進したというふうに言われております。1992年10月の第14回党大会で社会主義市場経済の導入を決定、中国を事実上資本主義国化させていったと言われております。2001年11月には中国の世界貿易機関への加盟を実現し、外資の導入と世界経済のグローバリゼーション化の動きに適応した輸出の強化で世界の工場と呼ばれる製造業国へと中国を変貌させる、基礎を築いたのではないかと言われております。ですので、そうした流れを汪洋氏は組んでいるのではないか、そのように分析されております。で、北戴河会議の後、中国共産党の第7回常任委員会が次々と登場したということがあったわけですが、中でもかつて目立たなかった汪洋氏が突然目立つようになりまして、8月17日の中国共産党中央財経委員会第10回会議に参加し、強い存在感を示したと言われております。8月17日の中国共産党中央財経委員会では三次分配が議題の中心であったと言われております。しかし、この三次分配ということに対しましては、共同富裕、みんなで豊かになるということではなく、富裕層から富を収奪するということになるのではないかと中国の富裕層、大企業幹部らが狼狽しているというふうに報道されております。今回汪洋氏は公式報告書で会議に出席し、習近平氏と中央財経領導副局長の李克強氏に続いて中央財経領導経済委員会の汪古寧氏と韓正氏のメンバーよりも上位にランクされたというふうに報道されております。中国のマスコミは初めて汪洋氏の会議への出席という用語を使用し、19日汪洋氏の議席が変わったというタイトルの記事を発表しました。この記事は、会議に出席することは参加者が正式に招待され、意思決定に参加するために話す、投票するなどの権利を持っていることを意味すると指摘されております。北戴河会議の終わりに汪洋氏が習近平氏の後継者になるかもしれないというニュースがありました。政治評論家の陳氏は、習近平氏が北戴河で敗北し、主席の地位を放棄するために譲歩しなければならなかったというふうに分析しており、李克強首相と比較して汪洋氏の方が習近平氏などの派閥にですね、受け入れられやすいというふうに分析しております。しかし、汪洋氏が本当に今後後継者になるかどうかというのは、まだ多くの変数があるとも言われております。2022年秋の第20回中国共産党全国大会までにはまだ時間があります。さらに、中国の憲法が改正され、習近平国家主席の長期政権に向け憲法上の制約がなくなったというのが現状であります。また、もし副主席の汪希山氏がですね、主席に就任したとしても、彼が中国の事実上のトップになるかどうかということについては大きな疑問があるというふうにも分析されております。そして、もし汪洋氏が後継者の座を獲得したとしても、習近平氏がですね、軍事力と重要な人事権を握り強化し、汪洋氏を事実上操るといったことができると、そうしたことをするための時間というのはまだまだ習近平氏に残されているのではないか、そうした分析も報道されております。あるいは、一部のアナリストたちはですね、汪洋氏が後継者になる可能性があるのではないかといったニュースは、アメリカをある種ですね、なだめたり
あるいはアメリカの情報といったことを混乱させることを目的とした情報の発煙弾である可能性があるということも指摘されております。で、米中情勢ということにおいて習近平氏はですね、ある種その外交カードというものを使い果たしているのではないかという分析もありますが、習近平氏として国内に対してその弱さということを見せることはできないという状況なのではないかというふうに分析されております。いずれにいたしましても、米中情勢がある中、アメリカと EU などは北京五輪ということに絡みまして、ウイグルや香港などの人権問題の解決を中国に強く求めております。そうした中、中国国内の不満と習近平指導部がどのように向き合うのか、2022年秋の第20回中国共産党全国大会までの習近平政権の動向が注目されております。ありがとうございました。